前回マスキングテープ貼ってたんですけど、角度調整プレートに変更しました。今回初のあれをやる予定だったんですが、一つやり忘れてたことがあって、カウンターギアの抵抗抜きをちょっとリベンジしたいなと思います。懐かしいアストラルスターの頃に抵抗抜きやったんですけど、さほど効果がなかったんです。それで今回肩軸のカウンターギアならどうかと思って、もうぜひともリベンジを果たしてもらいたいです。それではカウンターギアの抵抗抜きですが、こちらのベアリングを外しまして、ベアリングが入っていた方の穴から 2.5 ミリのピンバイスで持って穴を拡張していきます。これがね、なかなかね、硬いんですよね。ようやくドリルの先端が見えてきたというところで、貫通させないまで一度ドリルを外します。中にバリが結構残ってるので、これをきれいにしまして、はい、こんなところでしょうか。うん、隙間が空きました。ここにベアリングを入れて、果たして抵抗抜きうまくいくか検証しましょう。